もちろんタダではあげれないわ。え、今から学校全体を使って鬼ごっこをするから、ケイちゃんが鬼になって捕まえた人からプレゼントの場所のヒントがもらえるルールよ。ビクトリア先生と私、そしてクラスのみんな7人からヒントをゲットしたら終了よ。ただしこの広い学校で全員を捕まえられなかったらプレゼントはないのだ。望むところだ。それでは始めましょうか。ケイちゃんの誕生日鬼ごっこ、よーいスタート。私はここで1分数えたらいいんだよね。鬼ごっこしてプレゼントもらえるなんて最高すぎるんだけど。58、59、60、よし行くよ。こういう時はむやみやたらに走り回っても意味がないから、まずは体力のなさそうな女子から捕まえに行こっかな。ケイちゃんは女子の中でも一番体力があるから、鬼ごっこになるとすぐ負けちゃいそうだし、ここに隠れておこうっと。リオンとかエマはあまり運動が得意じゃないから走り回ってはないと思うんだよね。となると怪しいのは教室。どうしよう、ケイちゃんが入ってきた。それに隠れてるのもバレてる。じゃあケイちゃんが向こうを見ている隙に今だ。あ、リオンそこにいたか。よし追いかけよう。ピアノの下に隠れてたら絶対見つからないはずよ。みんなどこにいるんだろう。どこかにうまく隠れてるのかな。この部屋にも誰もいないし。あ、誰もいない音楽
この大きなピアノでも弾いてみようっと。え、今の声エミリー先生？まさか、こんなところにいたの？まだ捕まらないわよ。無駄無駄、先生は子供じゃないんだから。そんなところから出るのに時間がかかるはず。私の負けね。はい、ヒントの紙よ。ビクトリア先生は一回も見てないけど、一体どこにいるんだろう。エイジとエマはじっとしてそうだよね。教室を回ってみるしかないか。となるとエイジといえばリカス。いるかなって、実験してる。ああ、やっと来たのだ。でも俺今手が離せないから、先に他の人を捕まえに行ってほしいのだ。何それ、自分が研究とかしてるからでしょ。ずるいのだ。今は手が離せないって言ったのだ。そんなの私には関係ないもんね。ヒントの紙ちょうだい。仕方ない、これなのだ。6番目と上の矢印か。あとはエマ、チャック、ビクトリア先生の3枚。ゲットするぞ。エマ、エマ、どこに隠れてるの？ケンの声だわ。きっとこの教室に入ってくるから、ケンにバレないようにこの教室を出るしかないわね。あれ、ほとんどの教室回ったから絶対ここだと思ったのに。の矢印か。よし、残るはチャックとビクトリア先生だ。そうだ、多分チャックは動き回ってるから、今度は私が待ち伏せしよう。教室の中で待ってたらいつか来るはず。俺も動き回ってるせいか、ケイと全然合わないぜ。教室の中にでも入ってようかだぜ。ああ、チャックいた。やっぱり待ち伏せ作戦大成功。まさかの捕まり方だったけど、はい、ヒントをあげるぜ。今度はラに下向きの矢印。よし、それじゃあ残るはビクトリア先生を捕まえて、これらの意味を解読するぞ。先生といえば職員室だよね。それにまだ見に来てなかったしって。あー、やっぱり先生発見。ついに来たわね、ケイちゃん。だけど私は絶対捕まえられないわよ。ああ、逃げた。っていうか先生、一体どこまで行くの？それに先生、ジャージとか気合い入りすぎ。いつもより早いんだけど。もうダメ。ケイちゃん、ちょっと大丈夫？先生、タッチ。ああ、そんなずるい手を。だけどまあ、タッチされたということはケイちゃんの勝ちね。これが最後のヒントよ。最後まで意味わかんない。みんなのものを集めてもわけわかんねん。あ、だけどもしこれ数字の順番に入れ替えたら、シメラザアネキチ、それでもよくわかんないし、この矢印に何か意味があるのかな。あー、よかった、死の下向き矢印だから下の文字ということは、1番が表すものは数。他の文字もそうやって考えていくと、答えは滑り台の下。滑り台の下だ。誕生日おめでとう！みんな！
みんながケイちゃんにサプライズしたいって言うから鬼ごっこもしてもっと楽しませようと思ったのよ。みんなありがとう。ケイ誕生日おめでとうって思ってくれた子は評価をぜひだぜ。それじゃあまた次の動画でバイバイだぜ。